皆様こんばんは、カズチューブです。今回もご視聴本当にありがとうございます。さて、皆様の、声を、お届けするバージョンでございますね、僕の X に寄せられましたコメントをご紹介してまいりたいと思います。はい、もうたくさんね頂戴しました。僕は今日は羽田で飛行機を待ちながらずっと試合を見ていたんだけどもね、でまあリードしてる段階で乗り込んだのよ、飛行機に。で伊丹にランディングして、もう皆様携帯電話とか、電波の発する機械はお使いになれますよというアナウンスがあって、すぐに、オンにしてさ携帯を見たらさ、ああ逆転されてるじゃんっていう感じでございました。で、その後空港バスで乗ってる間に、負けて、ツイート X にポストしたんだけども、はい、それでは、ご紹介してまいります。今日もたくさんありがとうございます。保守若月さんです。開幕から3カード連続の負け越し、確かにしんどいですけども、今までの打線の悲惨さを考えると3立てされていないだけマシだなと思いました。お、僕もなんかそういうふうに思いますね。今日はピッチャー陣かっこというか曽谷がよろしくなかったですね。球の強さがあるだけにとても残念ですということ。次また期待しましょうね。力あるんだから、なんかこう悪い時になかなか立て直せないよね。いい時はもう打てそうな感じしないんだけどね、彼もね。陽一さんです。あ、レフトポール際からの写真です。ゾゾマリンの上空の空が青いな。陽一さん、大前さんお疲れ様でした。オリさん負けました。序盤ワンアウト満塁で追加点が取れず、そこで畳みかけていたらとたらればになってしまいますが、曽谷投手オープン戦から調子が良くないですね。借金さんはこのチーム状態で御の字やと思いますね。考えようねってそうなんだよね。僕もそう思う。まだまだこれからですよね。そうだと思います。 I think so です。ずんだもちさんですが、曽谷投手もう少し粘りたかったし、先頭を出すと苦しいですね。ただ良いところも見られました。今週は状態的に苦しい中よく2勝したと思います。いや本当そうだよな。ただソフトバンク西武が強いので、なんとか来週もこらえて視界に捉えておきたいですね。そう、離されないようについていかないとダメです。まだ上まで3ゲームぐらいでしょ、首位まで。チャンスあるよ。と思える。頑張ろう。ね、みんなも。シャコさん、大前さんお疲れ様です。今日はスタメンから粘っていこうという意思が見えた中で、2回までのアプローチは得点もできましたし、すごく良かったと思います。なるほどね。曽谷投手に関しては、昨日のエスピノーザとは対照的に制球に苦しんだのが残念でした。まあ、もうそこはもう相手との勝負にならないもんね。制球に苦しむ、自分との勝負になっちゃってるんで、その辺がしんどくなるよな。直樹と77さんは、大前さんお疲れ様です。序盤はいけると思ったんですが、結果4安打ですもんね。まあ、流れ的にそうなりますわね。チーム状態が悪い中、スイープされていないだけマシだと思っておきます。来週こそ勝ち越しましょう。ありがとうございます、そういうふうに言ってくださってね。それから桑名真一郎さんですが、あさってからホーム6連戦、ここから全員上がるだけですね。大前さんの実況ございますでしょうか。J スポーツではございません。楽しみにしておりますということはございません。 BS 松竹東急で2試合あります、それ見てください。それから日数井さん、相手のミスなどで先制してタイムリーも打った、ここまでは良かったんですけれどもねと、さすがローキって感じでしたということですね。ここからどうやり返していくかですねということ、まあそうだね。それからウッチーさん、佐々木君の序盤を崩しきれなかったことと、曽谷君が踏ん張りきれなかったことが主な敗因ですよねということで、まあまあそうだね。ヤマッチョさん、4月初めのゾゾマリン先発投手には嫌な思い出が、それを1回から西野君が完全試合ノーヒットノーランを阻止、ランナーとして完封負けまで、ランナーとして完封負けまで止めてくれました。そうですね、とりあえず上に離されないように必死のパッチでということで、本当そうだと思います。ついでいきましょう。123、大前さんお疲れ様です。佐々木君から先制しての負けは悔しいですね。でもチームの意思統一みたいなものは感じられました。とりあえず5割を維持しながら戦ってくれればと思います。まだ5割まで3つあるんだけど、早く5割戻したいね。
それからハーナさん、現地の写真貼ってくださいました。ちょっと暮れかけたゾゾマリンだな。お前さんお疲れ様です。打線は朗希君の立ち上がりをうまく攻めましたが、欲を言えば2回にもう1点欲しかった。まあそうだよね。しばらく現地観戦はありませんが、テレビで全力応援します。よろしくお願いします。本当にね、ありがとうございます。それからゴリさんです。カード勝ち越しならず、今シーズン恐る恐るスポーツナビを見た試合は3勝、現地は中継観戦は6敗、なんか僕自身が悪い気を出してしまっているのかな。そんなことはないですね。しっかりとこれからも応援観戦よろしくお願いします。自分を追い込んじゃいけないね。ありがとうございます。高野真嗣さんも現地の写真を貼ってくださいました。ありがとうございます。現地負け方でした。2回に満塁で畳みかけられなかったのが痛かったですね。まあそうなんだよな。曽谷投手を恐れていた制球難が出てしまいました。自分で苦しくしてしまうのをどうにかしないと、ということで。まあそうだね。はい。折の内豊さんは、相手のミスもあるとはいえ、現状の打線なら2点は絞り出した方かと。まあでもそうだと思いますよ。その2点をよく、より多く失点しまった時点で勝機はなかったかな、ということ。まあそうですね。今日の残像を忘れて火曜日から仕切り直してほしいです、ということ。おっしゃる通り。ノリックスさん。初回2回と点が取れて、今日は朗希に勝てるかもと期待したのですが、曽谷君立ち直ったと思ったのに少ししんどい内容でした、ということね。まあそうだね。それから誠レノンさん、3カード連続負け越しって最近ありましたかね。初回2回とうまく佐々木投手を攻めたように思いましたが、立ち直ってからはうまくかわされてしまいました、ということ。ホームに帰って切り替えましょう。まあ、参加の巻き越しってないかもしれないけれどもね、ないかもしれないけど、まあまだ先は長いよ、そう思いましょう。究極の SA さん、連勝でカート勝ち越しが遠いですね。でも今日はマッチアップの時点で難しいのは分かっていたので、ある意味想定内かなと思います。今日の巻きを引きずらずに土曜日の良かった形を継続できれば来週からはやってくれると思います、ということね。まあ、もちろん負けに行ったゲームなんてないんだけども、今日はね勝ってほしかったな。オケさん、やれることはやったかなと。昨日除けば1試合平均2点取れない1割台ゴロゴロいる、ゴロゴロいる打線なので、5失点はあまりにも重すぎました。もうその通りなんだよね。スイープがなく踏みとどまっている、まだまだ始まったばかりなので、まだまだ巻き返せると思って応援します。よろしくお願いします。トシヤさん、3カード連続負け越し、なんとも言えませんね。佐々木投手を打ち崩せるチャンスはあったものの、それを生かせなかったのが全てですね、って。まあでもね、打つのってさ、やっぱり相手も必死に抑えようとするわけよ。だからね、難しいんだよ本当にな。チャコリンさん、お前さんお疲れ様です。幸先よく先制したのは良かったですが、終わってみれば3発の4安打でした。ホームで巻き返してください。期待しましょう。軟骨の唐揚げさん、今一つ乗り切れてはいませんが、まだ勝負できている圏内で踏みとどまっているのかなと思います。僕もそう思うんですよ。今日に関してはある程度頑張った方かなと思います。いやいや、そうかな、まあ、2点取ったら良かったんだけど、やっぱりその2点をやっぱりね、今日は相手からそう簡単には点が取れない日なんですよ。それを守っていかないといけないんだけどもね、え、難しいね本当にね。はい。オリアスさん、残念負けましたね。現在最下位ですが、このまま、でのチーム状態から考えれば、ここまでのチーム状態から考えれば3立てがないだけマシかもしれません。来週6連戦4勝2敗で、いければ良いのですが、ということ。まあ本当連戦単位で勝ち越してもちょっとずついきましょう。もうね、もう高望みしちゃダメだ。お前さんお疲れ様です。開幕9戦で3勝6敗は2021年と同じ、切り替えてまた明後日。ありがとうございます。僕もこれは言おうと思ったのよ。2021年もそうだったのね。そう思えば、そう思えばね。ブライアン・ナホアキさん、曽谷投手ロッテ打線にちょこんと当てられた長打コースに攻略された印象です。やっぱりボール先行になると苦しいんだよね。1勝2敗ペースの流れをどう断ち切るか、打線はそこを出しつつあるので、やはり、首脳陣の手腕にかかっていそうな気がします、ということ。
でも僕は今日なんかのオーダーっていうのはすごい見てていいような気がするんだけどな。山ちゃんさん、大前さん、お疲れ様です。気分の重い月曜日を迎えないといけません。あ、そうだ、心穏やかな月曜日ですよ。でもね、福田選手のタイムリーの後、一矢満塁であと1点でも入っていれば少しは楽な試合展開になったのかなと、まあ、結果論ばかり言っても仕方ないですねということ。来週切り替えていきましょう。よろしくお願いしますね。加藤博さんは負けと思っていましたが負けましたって、負けと思わないでください。相変わらずの曽谷君で安心です。僕は心配です。フォアボールからの失点、ここまで3カードは上出来です。ホームに帰って何か変わることを希望します。筒子を取りますかって、筒子は違うでしょう、違うところに行くと思います。僕は、まあ、いろんな情報を聞くとね、まあそこかなっていうのがありますね。桜咲くビーズさんは、今日は2回の攻撃ですね、あそこでもう1点でも入っていればなということ、今日もお疲れ様でしたということ、ありがとうございます。ということでですね、二郎二さん、大前さん、お疲れ様。オリックスは3連覇したとはいえ発展途上のチームと思っているので、徐々に行くと思っています。徐々に上昇していくと思っています。ありがとう。それから、1988101019、川崎さん、これだけ打てなくて借金3ですから、よく踏みとどまっている方でしょう。あれだけ強い首位ソフトバンクさんとは3ゲーム差しかないんです。十分射程圏内現状はね。このペースでいくとね、このペースでいくと離されていくから、このペースを変えないとダメなんだよね。ありがとうございます。でもそういうふうに思いたいですよね。ありがとうございます。ということで、たくさん頂戴しております。ありがとうございます。これはですね、牛松さん、これ現地の写真かな。ありがとうございます。初回の西野君が打って走って素晴らしかったですねということですね。ありがとうございます。西野選手頑張ってますよね、本当にね。ということで、たくさんのメッセージを頂戴しておりまして、全部は紹介できておりませんけれども、全部目は通させて、もらっておりますので、いつも本当にたくさんのメッセージありがとうございます。本当はあのね、負けても勝ってもね、ちゃんとこうやって長い文章を皆さん打ってくれる、ありがたいね、本当にいつも本当ありがとうございます。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。明日月曜日、皆さんも気持ち切り替えて火曜日からに備えましょう。じゃあまた。勝ちたかったね、でもね。